はい、シロックマンでーす。はい、この間のね、セイントセイヤの黄金伝説ですね。はい、続きやりたいと思いますね。はい、再起動じゃなくて、ロードですね。あれ？ロードできないの？ 2 か？いや、0か。あ、これこれこれ。うん、これですね。前回の続きですね。ライフは初しかないな。ついてないのか。ついてないのか。どうしたらいいの。え？ちょっと待って。どういうこと？あ、そうか、これあれやってんな、そういえば。これ PS3 のコントローラーでやらないといけないんですかね、そういえば。忘れてました。うちの風景ってあるの？五郎法？五郎法って、あ、ここが五郎法か。あれ？あ、ポーズになってたのか。富士の風穴やな。やばい、ヒットポイントないねんからな。あー、やられた。これクロス来た方がいいんちゃうの。あー、やれた。
わ、一発であんな減るんや。うわ、やばい、落ちてくんなこれ。あれ、これ戻っただけちゃうの。こっち行けないもんね。うわ、落ちてきた。あー、やれた。そうそう、これがね、むずいんですよね、この洞窟が。これ全部ライフに持っていけないの、これ。20は最大なんや。ああ、外してまうのか、これやったら。上からなんか落ちてくるのはね、読めないですもんね。上行けないのか。これジャンプしてんの？あ、ジャンプ、あ、そうか、ジャンプじゃないんだ。うわ、あんなん、つららみたいな落ちてくるのは、つららじゃないか。しかも迷路になってるからわからないんですよね、これ。うわ、ダメだ、これ。ヒットポイントが少なすぎるわ、これ。すぐやられるよ、こんなん。迷路になってるから迷うしさ。あ、やられた。ちょっとこれ、無理なんで、最強パスワードをちょっと使おうかなと思いますね。ファミコン版でも使える。これ、これパスワードメモなんですけど、僕の小学生の時のね。このパスワードね、このワンダースワン版でも使えるんで、これでやってみたいと思いますね。リセット。再起動、はい、ちょっとパスワード使ってやってみましょう。また最初からになりますけど、さっきの富士の風穴はね、ある程度ね、最強状態じゃないと、ね、進めようがないというか。これファミコン版でもね、使えるパスワードなんですけど、これワンダースワンでもワン版でも使えるんで、よよ、台東区。駒形。これ当時のバンダイの住所かなんかですよね、これね。バンダイか、それともこのゲームを作った開発会社の住所だと思われますね。これ、東瀬っていうね、開発会社が開発してるんで。駒形、バンダイ。バンダイの、バンダイの、玩具台。玩具台、三部の星、はい、これで OK ですね。え、
っと待って、東京、あ、党を入れてなかった、東京都に党を入れてなかった、東京都っていうのは入れてなかったな、ここ都や。あー、またもう一回打つなあかんねや。めんどくさいなー、駒形、このパスワード打つところはめん、ちょっとうざかったらね、飛ばしてもらって結構なんで。大の玩具大、はい、これでいいと思いますよ。よし、 OK。 また最初からなるんで、もう文章はね飛ばしますけど、もうライフもコスモも USG も全て999で最強状態なんで、この状態だったらあの洞窟も行けると思うんですよね。シャイナさん、じゃないか。あと軌道沙織に合えばいいだけやからな。ここか、ここや。でギャラクシアンウォーズやればいいと。でみんな倒して、で五郎法に行けばいいと。ちょっと待って、星の学園か。
こっちじゃなかったっけ、違うか、めっちゃ歩くの早いやん、ここや、すごいね、1ポイント999やからな。あ、でもコスも減ってまうのか、クロス装備してたら。やめた方がいいな。あ、でももう、でも、会場すぐそこやからいいのか。ここやからもういいや。はい。これぐらいでいいと思うねんけど、強すぎるからね。節約してもいいぐらいやな、強すぎるからもう。こんなもんでええんちゃうの、あんまり満タンしなくても勝てるとね。はい、余裕ですよ。今日が。これもしかしたら、ゼロでもいけんちゃうの、ゼロでもいけるやん。うん。最強やから。はい、これでいけるよ。はい。で、ここで一気が出てくると。あ、まだいけないのか。木土手なんかな。まだちょっともったいないから、これでいいや。ああ、シリウムもそうか、みんなついてきてるよ、仲間がね。これでじゃあ移動できるわけや。ゴムの館。これで富士の風景ついてはいいってことやね。でもこれいいか、クロス装備したらコスボ減ってまうからもったいないもんな。いいや、この状態でいいや、もう強いから十分、ライフ300もあるしね。ここでセーブしとくか。あとこれでここの洞窟探索すればいいわけやから、
ご迷路になってるからな。昔攻略本持ってたんですけどね、それで迷路をね見てたんですけどね、さすがにちょっとわかんないですよね。適当に行くしかないですね。でここであのあれがあの何だっけな、ブラックセイントっていうのが出てきますよね、順番に。もう適当に行かないとちょっととりあえずどこにいるかわかんないんで、順番に倒していかなきゃいけないんですけど、でも結構ダメージはでも減ってるな。でも親帰ってきちゃったな。まっすぐ行けばで、ここ入れないのかな。ジャンプできないもんな。適当に行く以外にないんですけど、同じような景色やから分からんよな、これ。聞いてないもんな。結構体力減ってるな。行き止まりやな。じゃあ今日はちょっと終わりますね。ご視聴ありがとうございました。